ジャンバティスト・ドルーエはナポレオン戦争で活躍したフランスの将軍である。ワーテルローの戦いで第一軍団を率いて戦ったことで有名であり、晩年にフランス元帥となった。1765年7月29日、ランスで生まれる。1782年、義勇兵としてフランス軍に入り、5年後に退役。1792年に再入隊した。 急速に昇進し1794年から1796年までルフェーブル将軍の副官を務める。1799年には、少々となり、マッセナ将軍のスイス作戦に参加。1800年の法円林伝の戦いでは、モロウ将軍の下で戦うが負傷する。1803年、中将に昇進。1805年から1806年の戦役では、 アウステルリッツの戦いをベルナドット元帥の第一軍団で戦った後、イエナの戦いの勝利に貢献した。続いて、ダンツ飛行為戦では、ルフェーブル元帥を支援したランヌ元帥の参謀長として幸福条件を取りまとめた。1807年のフリートラントの戦いで重傷を負い、レジオンドヌール勲章グラントフィッシュを授与される。そして、エルロンハクに除せられた。 1809年のドナウ戦役で一時、第7軍団を指揮するが、1810年からスペインへ派遣される。半島戦争のほとんどで、軍団長を務め、将軍としての名声を高めた。1813年7月のマヤ峠の戦いでは、ヒル将軍率いるイギリス軍を破っている。1814年にナポレオンが退位すると、ブルボン系の忠誠を誓い、 第16師団長となる。間もなく、オルレアン派との関係を疑われ逮捕されるが脱走し、エルバ島から帰還したナポレオンと合流した。6月16日17時30分における古代、ローマ街道とデルロンの位置はアーテルロー戦役駅では、第1軍団の指揮を任された。6月16日のカトルブラの戦いとリニーの戦いで、第1軍団は、相反する命令に従い、 両戦場の間を行き来し、いずれの戦闘にも参加できずしまいに終わった。しかしもし第一軍団がどちらかの戦場に到着していれば、戦役は違う結果になったかもしれなかった。18日のワーテルローの戦いでは、第一軍団全軍デラエイサントからパペロットにかけての連合軍中左翼を攻撃した。しかし明確な命令を出さなかったため、ピクトンの部隊に阻まれた。 夕刻にラエイサントを陥落させたが、側面を戦場に到着したプロイセン軍に攻撃され、敗北した。ブルボンウォーケが復帰するとデルロンは、銃殺対象となったことから、ミュンヘン、バイロイトへ亡命、そこで醸造業やカフェを経営した。ランスにあるデルロンの銅像1825年、シャルル10世から恩赦を受け帰国する。1832年に、 なんとの第十二師団長、1834年にフランス領アルジェリア総督となる。1835年にカミュー・アルフォンストレーゼル将軍率いるフランス軍がマクタの戦いで敗北するとデルロンはフランスに呼び戻され交代させられた。1843年4月9日、フランス元帥となる。翌年1月25日にパリで死去。 エトワール外線門に名前を刻まれている。アトリビューション。ありがとうございます。